説明してから。次は同じように、ここは1対1か、今と一緒です。でも今ちょっと範囲広くなりました、守る範囲が。だからこの人一人じゃ、一人で抑えられないかもしれないです。ね、さっきより広くなったからな、広くなってるやろ。だどうするんだということなんですけど、ここにこうついてるとします。で同じようにこういくねんけど、ここを抑えれるかな。でこういったらさっきより広いから、これやられる可能性ちょっと高くなるな、さっきよりな。でこれをどうするかというと、味方に抑えてもらうという練習です。いいですか。例えばユージがこうついて、コージがリクの代わりに入ります。あ、今リクがもうちょっと下がる。でこれでコーチ入れます。この時に、コーチは、例えばコーチは今、イズルから見たら左の後ろに乗るわな。左左ちゃうイズルの左の後ろ側、左後方に乗るので、左 OK、 左 OK、 左イズル抜かれなくてもいいよ。なんか向こう側に乗る。ちょちょユージ右手でもうちょっとついて、うん、で、ユージ俺はコーチがカバーに寄るから左 OK ということは、ユージは逆に言うと右だけ押さえたらいいな。右だけ、そうそう、強力にもっと右足出して右だけ押さえて、うん、っていうのは左 OK って言ってるコーチのところに連れてきて、来て左 OK、 これ挟めるよ、2人挟める、挟めるんで、挟んだらふるやってなるんです。いいですか。ほんで、押さえたら押さえたら、でもこのままにしとったら、左 OK、 左 OK、 連れてきた、連れてきた、このまま押しとったらコーチのついてる人にやられちゃうんで、ここまで回ります。ほら、このままこうつきます。で、こうついて、コーチは今度、はい、イズルに対して右 OK、 右 OK って言います。右 OK、 こうつきます。はい、OK、 回ってください。はい、回り込んでください。回り込んだら、回り込んだら、回り込んだら、これで OK、 いい。で、コーチはまた今度、はい、左 OK、はい、っていう風にして挟めます。挟めるんですけど、今練習でやることはコーチの声に頑張って反応すること。いいですか。いいですか。で多分、うん、みんな最初難しいと思うんで、コーチが声出してくれるんで、はい、構えて、はい、左 OK、 どうぞ、次次次次、自分ですから、はい、右 OK、 右 OK、 右 OK、 いいです。はい、左 OK、 左 OK、 コーチの方にしっかり誘導するようにディフェンスを頑張る。いいですか。それができるようになったら2人で守るということにします。